今年最初のマンデーゲストです、はい、スタジオにはヴィッセル神戸の和田雅宏監督にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、去年はのクラブ史上最高順位の9位でシーズンを終えたヴィッセル神戸、まずはこちらをご覧いただきたいと思います。とにかくこの2011年、目標が9位となんとか今年は、達成できるように。昨シーズン一桁順位の目標を掲げたサッカー J1 ヴィッセル神戸の和田監督。開幕戦でヴィッセルは浦和レッズと対戦。パスをつなぐサッカーでチャンスを作ると、ポポの強烈なフリーキックで先制。開幕戦を白星で飾りました。開幕直後の3月11日に東日本大震災が発生。 J リーグは3月開催予定の試合が全て中止となる中、ヴィッセルの選手たちは連日神戸市内で街頭募金を行いました。シーズン前半はメンバーを固定せず戦力の底上げを図るも、9試合勝ちなしと苦しみました。しかし後半は4連勝するなど持ち直し、過去最高だった10位を上回る9位でシーズンを終えました。まさに有言実行といいますか、クラブ史上最高の9位でのシーズンを終えましたけれども、まあ、今シーズンの先シーズンの感想いかがですか？そうですね、目標はね、達成できたことは本当に選手たちを評価したいなというふうに思いますが、やっぱ1年振り返るとやっぱ不安定な時期もありましたので、やっぱ3連敗が2回ありましたので、やっぱここを今年はねどういうふうに持っていくかと、あとは一つ一つのプレーはもうちょっと質をね高めていきたいというふうには思っています。ああ、そうですか、はい、しかし3度目の監督就任ですけれども、フルシーズン戦ったのは初めてで、はい、そうですね、で9位クラブ史上最高ということは素晴らしいかなと思うんですけれどもね、とにかく今シーズン最初にですね、はい、クラブの歴史を変えようと、塗り替えようというふうなことで、9位を、掲げて、戦ってまいりましたので、それを本当にね達成できたのは本当素晴らしいかなというふうには思いますけれども、決して満足はしていません。そうですか、はい、厳しい残留争いをした一昨年のシーズンに比べて何が変わったんでしょうかね、今年1年振り返るとやっぱこうチームのスタイルっていうものが確立できたんではないかなっていうふうに思いますね。前線からの本当激しいプレッシャーっていうものが相手にとっては非常に脅威になったんではないかなというふうに思いますね。守備のところが非常に良かったというふうに思います。そうですか、はい、ホームでの高い勝率というのがかなり大きいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、やっぱり46の勝ち点のうち30がホームで挙げたものですからね。そうですか、はい、この辺りはどうだったんですかね。いや、もうこれは本当に一試合毎試合ですね、たくさんのファンサポーターの方々がスタジアム来ていただいて、本当に気持ちの入ったね声援が本当に選手たちの後押しに、なったんではないかなというふうに思います。他のスポーツもそうなんですけれども、特にサッカーの場合はですね、ホームのサポーターのパワー声援というのがものすごい力になるみたいですね。いや、もう全然違いますね。アウェイに行くとやはり相手もやっぱそのサポーターの後押しがあってっていう、やっぱアウェイになるとやっぱ相手のホームのパワーがやっぱり勝るんでしょうね。だからちょっと戦績がね、アウェイの戦績が悪いのかなというふうに思いますけれども、さあ、そして初めてですね、フルシーズンで監督を務められた前シーズンなんですけれども、去年の3月に東日本大震災が起こりましたよね、そして公式戦が全試合中止という中で、VTR にもありましたけれども、選手たち神戸市内で街頭募金なんかも行っていらっしゃいましたよね、これ被災地支援についてチームとしてはどのように考えていらっしゃったんでしょうか。そうですね、東日本大震災が起こって本当すぐに選手たちが自主的にクラブの方に、何かやりたいということで、もう選手たちが本当に前向きに捉えてくれて、で街頭に出て義援金の募金活動を行ったというところから、本当 J の中でもいち早く
動きがあったクラブではないかなというふうに思います。やはりヴィッセル神戸、阪神・淡路大震災の、ね、はい、被災地ということもありまして、意識というのは高かったんですね。そうですね、当然ヴィッセル神戸自体がですね、本当阪神・淡路大震災のその日に練習をスタートしようとしたクラブですから、そういう意味では非常にこの震災に対しての、捉え方っていうのは本当みんな前向きに何かやっぱりやろうと、これからも支援を、ね、続けていければなというふうに思っています。そうですよね、ヴィッセルがスタートした年にですね、当時ガンバにいらっしゃった監督、それからエスパルスにいらっしゃった長嶋さん、同期生が神戸のために、JFL のチームに戻ってきてくれた、あれ本当に嬉しかったですね。ありがとうございます、本当にこう地元で育って、やっぱこの地元のそういう声援があって、もう私自身こうサッカーがね、続けられたと思ってますので、最後は、神戸で引退したいという思いがあったので、そういう意味でこう昇格にね、なんとか貢献したいなというふうな思いで神戸に戻ってきました、その神戸出身の和田監督なんですけれども、去年はちょうどその阪神・淡路大震災が起こった1月17日にチームを指導されて、それでその時にその阪神・淡路大震災の映像を選手たちに見せたとお伺いしたんですけれども、そうですね、やっぱり私がこうやるにあたって、もうスタートは絶対この日しかないというふうに思いましたし、で選手自体は本当にこう震災を受けたわけではないんですけれども、やっぱ神戸のクラブのスタートっていうかね、歴史がやっぱり震災からのスタートだったので、このクラブに所属している以上はこの震災をしっかりと受け止めて、震災から切り離せないクラブだよっていうところをね、こうファンサポーターと一緒にこれからも歩み続けられたらなっていう思いで映像を見せました。で今シーズンも見せようかなというふうには思います。さて今期なんですけれども、補強の方もですね、アントラーズからの田代、野沢、ガンバから橋本、うまくいってるみたいですね。そうですね、本当にクラブがですね、積極的に動いていただいたおかげで、本当に充実した補強ができていると思います。逆にチームの課題を挙げるとしたらどうなりますか。そうです、先ほども申しましたように、やっぱ質の部分が、もう少し高めたいなというふうに思ってますので、元日本代表の選手たちですから、やっぱそういう質の部分でもかなりチームには大きな影響を与えてくれるかなというふうに思いますね。改めて伺いましょう。チームが掲げる今シーズンの目標ですね。同じとはいかないんでね、本当皆さんも、それでは満足できないと思うので、やはり ACL をね、視野に入れたところに目標をね、そこまで掲げたいなというふうに思います。そうですか、嬉しいですね。では最後にサポーターの皆さんにですね、メッセージをお願いいたします。昨年本当に皆さんの後押しがあって、目標を達成することができました。決してこれで満足しているわけではありません。今年は、充実した、補強もできましたし、さらに、強い、チームを作ってこの2012年、戦っていきたいと思います。皆さんと一緒に、共に戦っていきたいと思いますので、今シーズンもご声援よろしくお願いします。はい、期待しております。チームは23日の3月10日の開幕に向けて、動き出します。和田正弘監督にお越しいただきました。期待しております。ありがとうございました。ありがとうございました。